クリーピーナッツのオールナイト日本ゼロは日本放送のバラエティ番組オールナイト日本ルを過去に4回担当したクリーピーナッツが火曜日の3時から4時にパーソナリティを担当すると2018年3月23日に発表された起用理由について日本放送では DJ 松永のブレーキを踏めない暴走トークと R 指定の圧倒的なワードセンスと反射神経が相乗効果を生み過去4回担当したオールナイト日本 R でいずれも大きな反響を得ている。深夜ラジオリスナーから高い支持を得ている二人のキャラクターに毎週の成長を期待して起用しました。と説明している。2019年2月26日放送分にて昨年8月に行われたリスナーと作る。新 クリーピーナッツプロジェクトの本格始動を宣言すると、共にこの番組の継続を発表した。2019年4月よりミックスチャンネルでラジオとの同時配信がスタート。2020年3月9日、日本放送のイマジンスタジオにて開催されたオールナイト日本ゼロのパーソナリティ発表記者会見にクリーピーナッツが登壇。引き続き番組の継続を発表した。 2020年4月15日よりコロナウイルス対策としてリモート放送を行っていたが2020年5月27日からはスタジオでの放送を再開した2020年9月に日経トレンディが実施した好きなラジオランキングでは2位を記録した2021年3月10日に行われたオールナイト日本ゼロ枠の編成に関する 記者会見において、2021年度の番組の継続が発表された。また、2021年4月には、番組としては2度目であり、初の音楽イベント、クリーピーナッツのオールナイト日本、ゼロプレゼンツ日本語ラップ紹介ライブイン日比谷の音が開催された。2021年6月に発表された、リスナーが本気で選んだラジオ番組最強番付2021俳優。 アーティスト部門で2位を獲得した。水曜日3時4時30分現在現在すべてタイアップコーナー。ありがとうございます。